こで発電すればこっちに溜まっていって的な感じなのかな。これ1個ここに置いとくと余計な電気がこっちに1回入ってきて他で使う時にここからこう出ていくっていう感じかな。また集めてこなきゃ道集めいきますか。よいしょ。じゃあこれを持って帰るとして、その前にまたちょっと近くにある何か持ってこよう。クリスマスプレゼントまだ回ってない。私もクリスマスプレゼントまだあげてないというか、夏さんあれだよね、クリスマスプレゼントとかも何あげてればいいか分かんなくなってくるよね。気持ち、あ、じゃあもう私はもう OK。もうケーキ一緒に食べて、もう気持ち的にもう、的な。気持ち選べばいい。あ、選ぶな。なんか、ジュシャーって音聞こえたんだけど。なんかここに落ちてる。なにこれ。なにこれ。ちょ、待って、ちょ。え、誰かの死体だ。小型酸素タンク、樹脂、リチウム、銅が落ちてる。ダイナマイトとか落ちてんだけど。先人の死体がここ埋まってんだけど、ちょっと掘り起こしてあげるか。ちょっと待って。え、あなた、いつの死体ですか？だいぶ埋まってますけど。あー、いた。あらー。おー、なんか、虫みたい。その、死んだ虫ってすごい軽いじゃんね。あ、痩せてるね、まだね。私より全然痩せてる時代の人ですね、これね。あらー、死んでた。ここで。そしていろんな、樹脂、これだポッこれだ樹脂っていったやつ。これ、めっちゃこれ危険なんだけど。危な。ちょっと珍しめなやつを持って帰るか。そいつに殺されたのかな。あ、そうだね。場所的にそうだね。刺されたんだ。これ強いかな、でかい方って。はぁ、ちょっと待って、ちょっと心臓に悪いけど、行ってみるね。あ、怖い。ポッ、ビヤッ。あ、強いですね。あ、電池溜まってる。おー。ええやん。そう、今後のためにね、一回死んでおくっていうね。あれは危険だっていうことをしっかり覚えておかなきゃ。大事な実験なんで、今のはね。よし。で、これ開いて、酸素のやつがあれば、ちょっと遠くに行っても酸素タンクから持ってくもんで大丈夫っていう。これで、このタンク別にいらないのかな。まあいいや。一応持ってくか。よし。これで道持って帰ろう。この植物の下にあんのかな。ちょっと掘ってみるか。よっ。ん？あ、でも毒出さなくなった。おー、いいね、いいね。なるほどね。あー、向こうの方が出してきてる。もう一回これで。よいしょ。もういいかな、これで。一瞬だけ、もう掘っちゃえば OK。あ、これは多分今のは有毒だと思う。なるほどね。掘った時に毒が出るパターンもあるのね。で、道が、あ、2個ある。道2個ある。やった。で、なんかめっちゃ見た目が悪い道なんだけど、この子たち。おお。道1個。道2個。どっち持って帰るこれ。どっちもなんか持って帰りたくないような形してるけどね。みちみちしてるね。うん。どっちの方が道っぽい？スイカ道とサボテン道。スイカ持って帰る？スイカ。さあ、この研究をこっちにはめて、342。そんなだね。よし。じゃあまたちょっと何個か鉱石持って帰りますか。あ、なんかここよ。あ、なんかあそこにある。なんか落ちてる。え、これどうやって、何これどうなってんの？下に降りちゃって、下から道を作った方がいいのかな？どうしよう。あ、でー！もうないかな、さっきのやつ。あ、ないか。よかった。未知、なんかあったね、ここ。ラッキー。あ、全然まだ取ってなかったか。待って、転がってく、ちょっと、ちょっと。え、あれかな、ひょっとして。どうしよう。酸素があるから大丈夫かな。多分大丈夫だよ、酸素あるし。つかもう一気に落ちちゃおう。よしよし。で、テザー。あった。よしよし。さあ、これなんだこれ。なんか落ちてるけど。ロケットエンジンだって。何それ。おー、絶対これいいやつだって。これで宇宙船作って宇宙に飛んでくんだ。こっちにもなんかある。宇宙船落ち、何これ。なんだこれ。人工衛星的なものが落ちてんだけど、これ。衛星っぽいけども、未知。これ未知なの？これ研究できんの？これクレーンで持って帰るのかな、ひょっとして。いや、じゃ、中にあった。何この道何この道、なんか、中にあった、この道。うわ。完全人工物だけどね。この中にも、ありそう。ほいほいほい。なんでこれ、毒ガスか、これ。毒ガスか。やだ、死にたくない、私。めっちゃ怖いんだけど。で、道入ってるね、ちゃんと。あるある。道結構見つかるね。いいね。これを壊すと、この毒ガスがこれ出てきて、この毒ガスを私吸ってたんだ、さっきまで。なるほどね。道、ここ見つかったんで、こっちに置いときますか、またね。帰るか、じゃあ。で、こっちでもね、やっぱ持って帰るべきは。よいしょ。この道絶対さ、5000とか入るでしょ。これでさ、200とかあったら、マジもうなんなんて感じになっちゃうもんね。絶対これ珍しいって。これ1個あればもう一気に進みますよ的な、そういう道だと思う、これ多分。この道でどれぐらいのバイトが入るか、楽しみ。さあ。もう道両方ともやってるね。こっち入れて、ででん。本当に入った。5500だって。5544だって、やったー。これ、放置しとけばいいや、これ。終わったら。めっちゃいいの入った。やったー。よし、持って帰ろう。そしたらこれを、ここに置いて、これはね、多分ね、500ぐらい。いや、800だな。1000だって。これでも十分いいのにね。こっちのせいでさ、全然少なく感じちゃう。で、これで、2400ちょうど。素晴らしい。中型ローバーを解除しました。増車施設は作ったよね、確かね。だからここで混合物2つ。じゃあこれで混合物を使って電力足りてるかな。4つ使うんだ。中型ローバーをよいしょ。おおお、さ、来いよ。来いよ、中型ローバー。こっち来いよ。できる？できた。で、これを置くのかな？これを、向き？そっち向きなの？これって本当に。そうなんだ。向き変わるんかい。倉庫つけたら、いいね、それね。で、これを、この車の後ろ側に、これつけて、これでいいんだ。これで持ち運びする的な感じか。はあ。めっちゃ面白いじゃん。ちょっと乗ってみようか。おお。電池切れ。小型電池使えば大丈夫かな。ここはめて充電して、タービンをここにつけちゃう。かわいい。おー、いいね。おー、いいっすね。結構、たまるね。で、これで、外に行けると。これだと道を持ってこえないね。倉庫を外せば、ほんと？これを外せば、道持ってこえる。ちょっと一回、道探して行ってみる。じゃあ、これで。ね。ちょっと遠くの方ね。行くだけ行ってみます。50% なるぐらいまで。ね。おー。楽しい。